どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはロングキャットチャレンジ。空から降り注ぐ猫缶を集めて猫を伸ばすというキテレツなゲームワールドです。ワールドに入ると左にルール説明が表示されています。詳細が書かれていますのでここで把握しておきましょう。この一文がものすごく気になりますがそういうものです。準備ができたら白猫、黒猫がいますのでお好きな子をユーズして持ちましょう。持った状態でゲームスタートボタンを押せばゲームが開始されます。開始されたら街中に次々と巨大な猫缶が降り注ぎますので猫を当てて取っていきましょう。猫缶を取ると猫が伸びます。虹色の猫缶を取るとさらに多く伸びます。制限時間は60秒なのでその間にどんどん猫缶を取っていきましょう。60秒経ったらゲーム終了です。それまでのスコアを手元で確認できます。スコアと同時にどれだけ猫が伸びたかを確認できます。その光景はすごいシュール。そんな感じでどんどん猫を伸ばすことが目的のゲームとなります。猫は前方の方に判定があるので伸びていくと猫缶が取りにくくなります。逆に言えば伸びれば伸びるほど射程範囲が長くなります。うまく利用して取りましょう。また猫缶は降ってきてから一定時間で消えるようになっています。できるだけ取りこぼしがないようにすることが猫を伸ばすコツになるでしょう。てな感じでどんどん猫を伸ばして楽しめるワールドとなっています。猫の数は多いのでフレンドと共に遊ぶことも可能となっています。猫をどれだけ伸ばせるかのベストスコアを目指すのもフレンドとワイワイしながら伸ばすことを楽しめます。っていう感じで猫缶を取って猫を伸ばすワールド、皆さんもぜひ遊んでみてくださいね。